俺たちの関係の正解が見えた。ハルちゃん、俺たちさ、このままじゃダメかもしれないね。ハルちゃん、俺と結婚してください。なんで？もちろん今すぐじゃないよ。お互い高校卒業する頃には異種婚も珍しがられてないかもしれない。いやいや、そうじゃなくて、なんで結婚？その前に付き合うとかいろいろあるでしょ。その段階ってやっぱり必ず踏まなきゃいけないの？決められてるものなのかな。一応結婚する動機ならたくさんあるよ。意外と最後の方が重要。変な男の遊びの誘いなんて乗っちゃダメだよ。信じらんない。何その突っ走り癖。私が誰と遊ぼうと勝手でしょ。あんたみたいな勝手な男と結婚なんて絶対お断り。